の身勝手なリスナーやファンたちはナンセンスなファンタジーじゃ半立ちもしねえ。素早く陰部です。今回はリリックから読み取れる立たない MC とファンたちを紹介します。冒頭のこのリリックは MC 間によるものです。当時リリックに嘘は許されない、リアルが絶対のルールであるクルー MSC を率いていた MC 間、そんな彼のリスナーファンたちの性質を見事に形容したリリックです。内容のインパクトとともに陰もとても固く、ファンたち、ファンタジー、半立ち、二十歳と連続で踏んでいます。ちなみにゾーンは楽曲キープイットレアルのサビにてファンたちのためのファンタジーじゃねと同じ韻を踏んでいます。俺には固い信頼、裏切らない世界一のフレンズ、ソフトなやつのバースだけじゃ育ちもしね。こちらはチコカリートのリリック。ソフトなやつのバースだけじゃ刺激がなさすぎて朝立ちもしないチコ、それと対比した形でフレンズとの信頼は固いと綴られていて、とても上手いリリックです。ここ2年で俺は立ちが悪い、でもやりたいから立ちが悪い、G 行為をお祈りと呼ぶ、俺はジャンルで言えばおしゃれなタグ。ハンニャの真骨頂、最低なイントリリックです。G 行為をお祈りと呼べばとても神秘的で神聖な気持ちになるのでおすすめです。ちなみにオードリー春日は G 行為を自分磨きと呼びます。繰り返す間違いの8割は飲酒時、お前は本当に立ち悪い、ABC どころか富士 ED 平均値以下のやる気に不自利。こちらはガキレンジャー吉野リリック。彼の一物ジミーちゃんの立ちが悪いため病院に出向く物語です。内容は ED でも陰はズバ抜けて固い、そして出向いた病院にて診察をするジョイさん、看護婦さんとエロい展開に発展するという、なんともバカらしい中学生の妄想のような曲です。バースを締めるリリックはヒップホップ界随一最低な陰陽なので、ぜひ聴いてみてください。下ネタ一つとってもかっこいい、おしゃれ、面白いとバリエーション豊かなヒップホップ、やっぱり最高ですね。